いわき市内郷高野町の万越自動車道焼山トンネルを出て津川市街で阿賀野川ラインと並走する万越自動車道新潟市郊外で阿賀野川と並走する万越自動車道万越自動車道は福島県いわき市のいわきジャンクションから郡山市を経由して新潟県新潟市港南区の新潟中央インターチェンジへ至る高速道路である略称は万越道 高速道路ナンバリングによる路線番号は E49 が割り振られている。全区間を東日本高速道路が管理、運営している。関越自動車道、仙台東部道路、山形自動車道、釜石自動車道、秋田自動車道とともに太平洋側と日本海側を結ぶ横断軸の一つで、福島県浜通り中通り、藍津地方と新潟県下越地方を結ぶ。 また、高速自動車国道だけでも、常磐自動車道、東北自動車道、北陸自動車道、日本海東北自動車道の4路線と連絡している。路線の大半は、国道49号と並行しているほか、阿武熊高地では、国道349号や国道288号に並行している。1997年10月1日に全線、開通した。 岩わジャンクションから新潟中央インターチェンジまでの直線距離は1 8 2 4トルであるが万越道の延長距離は2 1 2 7トルと約3 0トルも迂回している。これは岩わき藍津若松間で氷山迂回しているため2011年6月20日から東日本大震災の被災者については2012年3月31日まで復旧。 復興の物資等輸送のためのトラック、中型車以上のバスについては2011年8月末まで無料開放された。また、福島第一原発事故の避難者については、蒸気の措置が終了した後も、無料通行を可能とする措置が取られている。万越自動車道の名称は、岩木ジャンクション新潟中央インターチェンジ間の道路名である。 また、新潟中央ジャンクション新潟中央インターチェンジは、事実上、北陸自動車道、日本海東北自動車道としても一体的に運用されている。法令による路線名としては、前線が東北横断自動車道岩木新潟線である。ICSAPA 一部のトンネル付近に追い越し車線あり。新津インターチェンジ付近の追い越し車線は、 時速 80km。売店は、すべてのサービスエリアと、芋川パーキングエリアに設置されている。レストランは、バンダイ 3SA と阿賀野川サービスエリアにあるほか、阿武隈高原サービスエリアには、フードコートが設置されている。ガソリンスタンドは、阿武隈高原サービスエリアとバンダイ 3SA にあり、阿武隈高原サービスエリアが、深夜営業をしていないほかは24時間営業である。 24時間営業の売店は、阿賀野川サービスエリア下り線のファミリーマートのみである。なお、パーキングエリアについては、500川パーキングエリアを除きトイレと、自動販売機のみとなっている。トンネル、橋梁、シェットの延長は、ネクスコ資料に基づく。倉手山トンネルトンネルの数、編集合図若松 ICE 制で、トンネルのある区間は、暫定に車線の対面通行であるため、 上下線で一本のトンネルとなっている。万越道は1997年の全線、開通以降も拡幅工事が順次進められ、会津若松 IC 伊東では2008年に4、車線化が完成した。一方で、会津若松 IC 伊勢においては、区間のほとんどが IC や休憩施設周辺の本線合流部を除き暫定に、車線区間であり、 このうち事故の多い三河インターチェンジから、阿賀野川サービスエリアにかけての一部区間で2013年11月から2017年11月まで、4車線化整備が進められたほか、2019年度からは、土砂災害防止のため阿賀野川サービスエリアから、安田インターチェンジにかけての区間で4車線化整備が始まったが、全線4車線化の見通しは立っていない。これは、 4車線化整備の目安となる、交通量が1日1万台とされる中で、すでに整備済みの稲葉城ろ番台高原インターチェンジ、合津若松 IC など、東側区間が1万3000台を数えるのに対し、未整備区間の合津若松より、西側区間では、最大となる新潟中央インターチェンジにいつ、インターチェンジ間ですら8000台余りという、交通量の実績がそのまま反映された形と、 なっている。路線全体で見ても対面通行区間の延長は約9 5 2トルと道路全体の約半分に上るため特に路面状況が悪化する冬季期間においては安全面の問題が指摘されている。万越道は太平洋と日本海を単独で結ぶ国内唯一の高速道路であり東日本大震災や2011年の新潟、福島豪雨の際には 指定道路として、緊急車両や資材運搬車両の往来に活用され、被災地を支える命の道として機能したほか、震災以降新型東港の取扱いコンテナ量が増えたため万越道を通行する大型車の数が増えるなど、その重要性も見直されている。こうした状況を踏まえ、福島県と新潟県の沿線の八つの商工会議所は2012年5月7日に、 北陸地方整備局、同年5月10日に、東北地方整備局に、それぞれ全線4車線化に向けた、要望書を連名で提出した。これに対し北陸整備局長は、次の4車線化の候補にはなってくると思われる、財源の問題、交通量を踏まえ今後の検討課題と応じ、東北整備局長も、縦軸ばかりでなく、横方面の安定した、交通軸は、 重要と回答している。また、大田明弘国土交通省は2015年9月8日の参議院国土交通委員会にて、常磐道山定区間の4車線化とともに、万越道の4車線化にも言及し、交通量は比較的少ないが、大雪で閉ざされる課題もある。優先順位を明確にした上で対策を、検討と述べ、国土交通省として、 同年10月の高速自動車国道法施行令の改正後の整備計画策定に向けて含みを残している。その後、2019年には国交省より全国約1 6 0 0トルの有料高速道路の対面通行区間のうち、およそその半分にあたる約8 8 0トルの4車線化を優先する方針が出され、万越自動車道の一部がそれに該当した。 ア津若松 IC から安田インターチェンジの間約 71km を優先整備区間に選定して10年から15年で完成を目指す方針が出されたが安田インターチェンジから新潟中央ジャンクションの間約 25km については4車線化を優先する区間に含まれなかったハイウェイラジオ編集十四時間交通量道路交通センサスより一部データを抜粋して 作成2002年度区間別日平均交通量、渋滞、編集通常期には渋滞することは、ほぼないが、ゴールデンウィーク、お盆などの繁盛期になると一部区間で渋滞が、発生する。岩木ジャンクション、郡山ジャンクションは、常磐道とともに、東北道の迂回ルートとして機能しており、一部区間で、数キロメートル程度の渋滞が発生する場合が、 あったが、4車線化に伴って解消しつつある。また、東北道下りのアダタライス A や、福島トンネルを先頭とする渋滞が、郡山ジャンクションを過ぎて、万越道下りの郡山東インターチェンジ付近まで伸びてくることもある。また、会津若松 i c 一制の対面通行区間でも一部区間で、数キロメートル程度の渋滞が発生することがある。以前は、 ア津若松 IC バ IC イ台熱海インターチェンジ、岩木ジャンクション、氷山ジャンクションの間も対面通行で、お盆やゴールデンウィーク、紅葉シーズンなどに激しい渋滞が発生していた。その他、編集2008年の岩手、宮城内陸地震では、岩木ジャンクション、岩木美和インターチェンジで通行止めとなった。 注釈出展この記事は、以下のカテゴリでも参照できます。豪固トンネルに関するカテゴリー、渡渡トンネルに関するカテゴリ新風越トンネルに関するカテゴリ高玉島トンネルに関するカテゴリ高玉西トンネルに関するカテゴリ新中山トンネルに関するカテゴリ倉手山トンネルに関するカテゴリー、関戸トンネルに関するカテゴリ七折トンネルに関するカテゴリ 鳥屋山トンネルに関するカテゴリー、ありがとうございます。